ちらでございます。はい。はい、すいません。これより先はですね、ちょっと注意事項が、先ございます。こちら、無菌室となっておりましてですね。はい、はい。はい。当然なんですけども、無菌室内では、はい、おしゃべり禁止とさせていただきます。はい。そしてですね、無菌室にあるものに手を触れることももちろん禁止。わかりました。すいません。で、先ほどお手を洗っていただいたので、はい。もうそれ大丈夫。あとですね、もちろんですけど、なんて言いますか、ゲップとか、いわゆるその、体から出る。マスクした方が良くないですか？マスクも、それだったら大事なんですけども、マスクすれば人によっちゃやっぱり汗かいたりしちゃうので、それも良くないですか？それで良くないので、この無菌室はマスクなし。はい。でですね、もちろんおしゃべり禁止。で、ゲップ。体の中から出るものは全部抑え込んでおいてください。緊張感ありました。はい、本当に大変なことになりますので、ね。Okay. はい。本当にやばいんで。はい。はい。ゲップ絶対ダメです。はい、体から空気を出すこと NG です。わかりました。はい。本当にダメなんで。やばいんで。この無菌室が大変なことになっちゃうんで。緊張感あります。はい。じゃあ、早速。恥ずかしいんや。めっちゃ喋ってもた。もうあかんって、この無菌室多分。もう、ゆるすぎるし。マスクないのおかしい。多分、もう菌あるって、この部屋。いや、そんな、いや、ほら。いや、恥ずかしいとかじゃなくて、やばいってことでしょ？大変やってならな。金あるって絶対ここ。ぜひ読んでください。飾り気のない飾り気のない飾り気のない君が横にいる Hey 横にいる Hey 横にいる Hey 上にいる Hey 下にいる Hey 左にいる Hey 右にいる Hey 右にいる Hey 上にいる Hey 下にいない不透明すぎて入るのが怖いネタサロンヒーフーみー、よー！ジャルジャル！